です。また、兼六園にやってきました。昨日、おとついから雪が降りまして、この通り、真っ白になりました。雪の兼六園をまた見ていただこうかと思って、やってきました。今日は、今通常カラーなんですけど、カラーをシネマにして撮るとどのように映るかを見ていただきたいと思って、今日はやってみようと思います。カメラはこのように車の中からオズモポケットで撮る D シネライクと通常のカラーの違いを見ていただきたいと思ってます。さあ、どのようになるでしょうかね。こちらは通常のカラーです。たまにワイパーを動かしますけど、ちょっと見づらくなりますけど、ご了承ください。金沢の夜景です。 D シネライクの夜景はどんな感じでしょうかね。 D シネライクはこのように映るよという動画何本か見ましたけど、夜景の場合にはどれくらいの差が出てくるんだろうということをちょっと思いましたので、今回検証してみたいと思います。どうですかね、違いは出ていますでしょうか。見えてきたのが高輪坊のイルミネーションです。わあ、綺麗やね。綺麗ですね。カメラをもう少し上に向けた方が良かったかもしれない、ね、ちょうどいいところで、まあ、総合的に見ていただきましょう。およそ300メートル先に右折専用レーンがあります。ご注意ください。はい、先ほどはここを曲がりました。で、今回はここをまっすぐ行きます。はい、これが標準モードです。さあ、どのように見えるでしょうかね。はい、標準モードで撮ってます。はい、標準モードで雪景色を撮ってます。はい、Dシネライクに切り替えて雪景色を撮影しています。どのように見えるでしょうか。はい、今は D シネライクです。この雪景色はどのように映るでしょうか。はい、それではまず通常のカラーで、映してみたいと思います。はい、今通常のカラーです。撮りましょうか。このように見えるでしょうか。はい、はい、観光客さんでいっぱいです。ママ、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 ママ
はい、こちらが通常のカラーでした。はい、カラーを通常カラーから DC ライフに切り替えました。これでどのように映るか見ていただきたいと思います。さあ、今 DC ライフのカラーです。これでどのように映ってるでしょうか。先ほどと同じような、コースを歩いてみようと思います。ね、はい、DC ライフのカラーはどのように映ってるでしょうか。で、先ほどの場所。はい、こちらが十勝道路のスポットです。ちょっと上の方から行きましょう。五穀神社と言います。金沢神社、いかがでしたでしょうか。 D シネライクのカラーの違いが分かりましたでしょうか。 D シネライク通常カラー両方とも特性をよく分かって活用していきたいと思います。はい、今日はここまでご視聴いただきありがとうございます。それではまた。